私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。天の風に、天の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。秋には光になって、畑に降り注ぐ。冬はダイヤのように、きらめく雪になる。朝は鳥になって、あなたを目覚めさせる。夜は星になって、あなたを見守る。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。死んでなんかいません。天の風に、天の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。天の風に、天の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。あの大きな空を吹き渡っています。はい、こんばんは。今夜もね、天の風になって歌いました。2016年5月の、5月の16日月曜日の生存確認です。今夜もね、いつもアナウンサーでの生存確認に近づいてこんな風にお願いします。はい、どうも。はい、どうもね。今日早かったね。はい、どうもね。こんばんはね。今日早かったね。毎回今回天の風になって、お願いします。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。天の風に、天の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。秋には光になって畑に降り注ぐ。冬はダイヤのように。きらめく雪になる。朝は鳥になって、あなたを目覚めさせる。夜は星になって、あなたを見守る。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。死んでなんかいません。天の風に、天の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。天の風に、天の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。あの大きな空を吹き渡っています。はい、今夜はね、天の風になって歌います。ほとんど強くてもあってね、写真だけだからね、早かったね、よかったよかった。はい。
じゃあ、次はこれ行こうか。で、この間、ちょっと前から確認してもらってたね。サンヤブルースを歌ってもらったんで、今日早かったから、ちょっと練習するんで、サンヤブルース行きます。これよかったよ、俺。だから、この歌、好きになっちゃった。ずっと今日、早かったからさ、以前から書き込んでもらってるから、リクエストだったサンヤブルース。岡林のブルースだね。まあ、初めてゆっくり行くんだけどね。じゃあ、そんなの今日、リクエストで答えて、なんとか歌えそうなんて歌ってみます。うん。結構歌いやすいからね、これね。うん。そうですね。初めて歌います。岡林信康さんの大役です。その仕事は辛かった。あとは、焼酎を煽るだけ。どうせ三夜の出さずまい。他にやることありゃしねえ。一人酒場で飲む酒に帰らぬ昔が懐かしい。泣いてみたって何になる。今じゃ山野がふるさとよ。恋終わればそれっきりお払い箱の俺たちさ。いいさ山野の立ちんぼを世間恨んで何になる。人は山野を悪く言う。だけど俺たちいなくなりゃビルも道路もできやしね。誰も分かっちゃくれねえか。だけど俺たちは泣かないぜ。働く俺たちの世の中がきっと来るさ。そのうちにその日にゃ泣こうぜ嬉しいなし。はい、ちょっと前からね、リクエストがあったんでね、今夜はね、サイヤブルースを歌ってみました。なかなかいい歌詞がね、いい。これ、メロディーを歌いやすい、簡単なメロディーの曲でね、いいね、これ。歌えたなんとか歌えた。うん。なかなかさすがフォーク。フォークってやっぱ歌いやすいよね、やっぱね。うん。あ、どうもね。はい。初めて歌ってみました。大丈夫ね。変わってね。うん、変わってます。もう一回行こう。サイヤブルース。うん、もう一回行きます。こっちでもよかった。今日早かったからさ。スイカのせいなのか、スマホだからね、難しいね。スマホで消費化録画ってどこにどうすんだろうね、わかんないこれ。スマホでまだ使いこなしてないんだから。そうか。こっちに来るのかな？多分。あ、こんばんは。ヨーフさん、こんばんは。今夜はね、まあ、変な風になって歌ったのがもう一回ね、その後、先週からリクエストあったの、サンヤブルースを歌いますね、もう一回。今日の仕事は辛かった。あとは焼酎を煽るだけ。
どうせどうせさんやのどさずまい、他にやることありゃしねえ、一人酒場で飲む酒に帰らぬ昔が懐かしい、泣いて泣いてみたって何になる今じゃ、さんやがふるさとよ、恋終わればそれっきり、お払い箱の俺たちさ、いさいさ三夜の先も世間恨んで何になる、人は三夜を歩くゆう、だけど俺たちいなくならビルも道路もできやしね、誰もわかったくれねえか、だけど俺たちは泣かないぜ、働く俺たちの世の中がきっときっと来るさ、そのうちにその日が泣こうぜ、嬉し泣き。はい、今夜はね、ちょっと前からね、リクエストがあったんでね、サンヤブルース、岡林さんのね、サンヤブルース歌ってみました。あ、こんばんは、りょうちゃんさん、もうかさん、こんばんはね、はい、どうもね。ただ今日もね、サンヤブルースっていう歌詞、あるよ、コーナーも正直思うからね。今日早かったからね、今ね、言うと、サンヤ系は2番目の小林もだからさ、特に今日休み明けだったからさ、早かったんでね。飲もうか。さて、今夜飲もうね。この歌詞にあるやん、今夜飲もう、今夜もどうせ飲もうか。玉露と抹茶中杯これね、これ飲もうか、どうも、どうもロックじゃない、まあロックじゃない、普通の中杯ですね、中市のこれの今ね、これいいよね、ちょっとコップはカップだけ投げたやつね、これうまいんだ、この中杯ね、はい、乾杯。これも、発泡酒より安いからね、これね。発泡酒より安いんだね。発泡酒より。うん。3本買ってさ、だって。税込み。これ327円だもん、これ。ああ。さ、前持ってこい、たまずもん。ごめんどう、おとも先生って言ったんだよ。じゃあ、ごめん。でも、ちょっと、おとも先生、おとも、ごめんどう。ごめんどうっすね、って言ったんだよ、ごめんどう。
Google の方のカメラだったら、さ、教授さんの中で死んだ、これ。いや、初めてやった。えぇ、ね、うん。普段、うまい、気合いやっとね、全然ね。トースト適当に切って、から、唐辛子状につけて。うん、まあ。うん。今日はこれじゃないよ、今日は。今日はまだもう一回やりますか。今日はカツオの先、これ切ってくれます。いつも通り上から。
まあ、全部これ新鮮に答えさせていただきます。全部ありまきのようなものか。まあ、カツオとタツオ、豆腐じゃやって、こんな感じで。はい、どうも。大丈夫、あ、大丈夫、はい、どうも。なかなか行こうか。いいね。うん。うん。おう。見えた。宇宙入り。ああ、家で食うからな。これ500円だもんな、これね。これ500円ちょいだもんな。やっぱね、家で食って安いよな、これな。すごいね、これ。安いな、カツオは。特にカツオは安いもんね。庶民の魚だよ、ほんと。じゃあ、カツオだな、うん。おまだ。もう参拝日から、あれ、おすめ顔すぎて、届くかね。うまいね。カツオ、ほんと安くていいカツオ。豆腐がね、豆腐が非常に出てて。うん、うまい。うん。うまいじゃないか。あれ、ブロスってあれいいね、あれかね。平平堂々したからなんかね、まあ、だから僕リクエストしたら、あ、ね、今日になんかリクエストしてくる。平平堂々した。ほんとそうだよな。それはね、うちの近くなんですか。明治通り沿いをこっちから行くと、行って、平重橋の狭い隅田川の、あの狭いから海エリアに大体。隅田川のこっち側、隣側、ね、都心側が海エリアなわけよ。隅田川のほんと、簡単に行っちゃうとね、うん、平重橋のところの隅田川の都心側のところが海エリア。上田の方が南、そう。台東、荒川区の南千住と台東区の、なんとか、あっちの方の坂、ね、台東区にあるやつ。ま、うん。最高だよ、カツオちゃん。やっぱ、高島さん、やばいし、やっぱ、それが本当に味が染みていいよね、やっぱね。その今回ね、なんかそんなかさ、なぜ炙るのかさ。炙るから、ちょうどタレが染みてうまいよね、これね。うん。だから炙るわ、うん。でも、そのタブローを見てるとさ、カツオ、生のカツオをさ、買って、それであえて焼いてるといいね。あ、でもね、明るいキャラが見てるとさ、カツオの生のカツオ買ってきて、進化してさ、水でね、炙って、草木にでくっていうね、あれはそれないよね。うん。でも、だからさ、少ないですもんね。何しろ全然ないもんな。5月も連日だったよ。何しろしねえだし。変更しないとね、なんとも全然ないもんね。夏場どうしてもね、印刷系はそうなんだよね。もうなんだろうな。うん。じゃあ、両面持ってこうか。両面。両面。
全く上手じゃないか。雪だと全く上手。雪だこれ。雪入ったらこれだよな、これ。もうちょっと機会があればな、売り上げ広がればいいのにな、これな。なんでだろうな、これ、赤字のこれ。あんま落ちるの少ないんだもん、これ。失敗かんぱい。初めてしたね、だいぶね。タカさん、どうやってんの、タカさん。タカさん。いや、僕のほんと前よりタカさんさ、配信遠ざかってんのって、あれだ、あれを、病気の理由にしてる実際もさ、配信者にさ、連絡したのかなと、最初の前で思ってるよ。もう、それは好きあると思うんだ。まあ、配信がさ、配信だけですね、配信、なんだっけ、テレビ、結局テレビの、ねえ、出れないから出るようなもなっちゃったからさ、そういう形になっちゃって、それがタカさんの気に食わないかな、それでも、演出してやめたのかなって僕はそう思うのさ、もうちょっと前からね。でもそう言ったらさ、みんな悲しむからさ、病気の理由にやったりで。だから、もう1年、2年、3年にはやってないもんね、話に。寂しいな。うん。寂しいね。まあ、もうまあ、もう、僕は生存確保に行ったんだからさ。ね。さあ、進めるわ。ちょっとまだ変わってたから。アウトドアやめようと私が楽しくなっちゃったな、ほんとに。いいね、ほんとね。うん。アウトドア、ほんと楽しいね、ほんとね。うん。外だったらさ、ほんとね、焚き火の炎の目の前飲むだけでうまいもんね。うん。まあね、焚き火、最高だね、焚き火。うん。まあね、魚肉ソーセージだけでもさ、本当の美味しくいただけるもそうだから。魚肉ソーセージをフライパンで炙っただけでも、炒めるだけでも本当美味しいもんね。あれだけよ、焚き火の前で。うん。僕にさ、すごい上手だったのね。でも、この口は一人で、すごい上手だったの。だから、太るんだよね。これは豆腐を作る、唐辛子だよね。うん、豆腐と、その、カツオの形と、アサシの逆に唐辛子だけが入る。こんな感じだ。でも、これ全部入れてもね、こういったカツオの6点ぐらいか。うん、そうだ、これでも、繊維だからね。繊維の上だけ。これでも。やっぱ家が安くていいな、ほんとね。絶対そういうのこれが作ったら、砂糖、そういうの頼むかとはなんで、これ、ポコッとあってさ、600円とかすんだもんな。うん、ポコッとね。そう思えば。うん。うん。そうだね。そう。まあ。まあね、かつ。かばないし、飲みやすさんも。たまにはずるし、今日は大丈夫かした。また明日から俺行こうかな。たまにはずるし。インスタやで。歌詞がいいね、ほんとにあるね。まあよ、どんな人だね。どうも全然、あのサンヤブルースの歌詞の時代とは違うけどさ、やってる人とも違うけどね、一応、まあ体調するって、底辺で働いてるだけだけどさ、あの全然違うけどね、あの、サンヤブルースの歌詞とは全然、時代も全然違うけどね、職種も全然違う。ただ、そうするって、底辺。最底辺労働とか、その歌詞すごいじゃないけどね、もう、わかるな、ほんとだ。家で飲む時間が、なんていうか、なんとか今日も一日終わったって感じがするもんね、家で飲むと。また明日から働きましょうってさ。うん、そんな思いを立てたのね、サンヤブルースって。だから、いいんだろうかね。ありがとうね、リクエストしてくれた人で。
歌えた、歌えましたよ、大丈夫です。よかったよかった。また歌いましょう、最後に。初めて歌。前、ちょっと前から曲だったけどね。全然もう知らなかったからさ、ね、なかなか。今日、外に早かったからさ。で、ここ最近書き込みがあったんでね。今日仕事も早かったんで、YouTube でさ、見てやってみて。このま、そう、最高だよ、って。あ、庶民の、うんだよな、かつおはな。うまいね、かつお。今日かつおたたち、最高よね。かつおたたち、いいでしょ。ねえ、タレにつけて。うまっ。ほんとカツオやっていうね、カツオはさ。今ほんとやっていいんだ。もうこれ2本目だ。ほんとこれ、皆さんこれ、初めて買うのおすすめ、酎ハイ。朝日の玉露と抹茶酎ハイ、おすすめです。まあ、おいしい、うん、それはおいしいよ、焼酎はね、うん。あれ、焼酎はいいやつはさ、なんだっけ。おつるいだか、こうなんだから、いいやつはさ。ね、うまいね、無理でもね、人間な。お嬢ちゃんはね、糖分がさ、あれ、アルコールって糖分から変化したんだからね。だから、米も糖なんですね。穀物も糖があるからね。で、みんな穀物っていうのがある果物ですね。糖分が変化したのがアルコールだからね。砂糖は水で取れるところは砂糖水で取れるところだけど、みんなそうね、ね。トウモロコシってところはトウモロコシとお菓子。日本は米なら米だからな。ヨーロッパは麦だから、ね、そうじゃない。そうだね。そうだね。と、北、ね、北欧の方、ね、あいつの方は、だから、麦から作ったビールとか、ウイスキーね。ブランデーは全然ないね。ブランデー、そうでしょ、ブランデーって。確かブランデーは確か麦系だと思う。あれはラテン系だ、そうだ、ね。前にも言ったようにね、簡単に言っちゃうと、ウイスキーがゲルマン系、北欧の方ね。ブランデーはラテン系なので、フランスから南の方ね、そう思うとこに、うん。違います。でも、詳しいですよ。僕も気になったんだ。ウイスキーとブランデーって何だろうなと思ったら、今度は、ウイスキーだとかいろいろ検索してたみたいなんだけど。うん。まあ、スタンドやったように寂しくて、あれ、向こうだもんね、スポーツランドとかそうでしょ。うん。北欧のゲルマン系でね、そう。で、ブランデーはフランスとかスペインとかイタリアとか向こうのこちらのラテン系。簡単にその単純に覚えはそう思うってことです。ウイスキーとブランデーの大きな違いね。北の方がウイスキー、南の方がブランデーね。カツオ前じゃないか、カツオ先生。
確認ないね。先生にしても安いよな。あの出た1分で500円取れたのがある。15万円。もったいないじゃないだろ、税込みで。いや、新選手は安いよ、ほんと。あ、普通は値引きじゃないから、じゃあ、あれでね、普通の値段で売れたと。早いとき行ける、新選手が。もうちょっと待ちのときに早いからな。あれがはっきり閉まっちゃうから、新選手が。うん。忙しくて行けないからね、新選手が。はっきり閉まっちゃうんでね。本当に、あそこ。その辺、あんまり日常だってあんまないじゃない、あそこ。ほんと、繊細に中心するから。巻き込み前、マルショーがあったのかね。マルショーが閉店して、その後に入ったスーパーが、新鮮市場って言って、結構なかなかいいんだろうね。うん。ああ、うまい。まあ、湯飲み安くていいや、ほんと。そう、いつもで贅沢でもさ、これも1000円以内だからね。いつもで贅沢で。そう。そうだな、そう。そう、1000円だ。そうなんだ、ほんと、こんなんだったら。2000円で売ったらな、安くて。なあ、すごい面白いさ。こんな父の人件費もそうだもんな。そうでしょ？そりゃそうだ、ね。一番大変だもんな、ね、片付けたら洗うのがさ。あれお店にやってもらうんでも、そのお店が人食店を、先に叩けたらしょうがないよね。それで言われたら自分で買えば。うん。ただ、アウトドア全部自分だからね。うん。今度もアウトドア行きますからね、アウトドアさ。行きますよ。でも多分今度土日休みだと思うんで、そしたら今度はね、やっぱ、全部行く。うん。群馬行っちゃうぞ、群馬。昔、2回目の群馬。ちょっと、それに初めて今度2回目の群馬の、スノブキキャンプ場を考えてます。キャンプ場うん。あそこに行ったもんね。電車駅になってる。電車駅がかかったらあそこだって。あそこ、キャンプ場って言ってもさ、学校橋であるで、公園みたいなもんが、このガス飛んだからさ。生活費の3000円と食材を出して、まあ1000円と1000円だから、まあ5000円あれば十分だ、ね。一泊すぐ踏んでない。高崎と一本ね。まあ、結構そっちから、群馬って言ってもね、本庄の隣だから埼玉の、本庄市の隣だから、この埼玉より、うん、ガラスガラブの大きな公園の中にあるキャンプ場、そういうところです。ちょっとすごい。今日、砂糖の叩き。うん。もうなんか2本、じゃあ3本目、じゃあ最後3本目のところか。3本目。あれ食堂と抹茶チューハイ飲んでます。いいね。デザインもいいね、彼女。デザインも気に入ってるし、これで物もいいから。一番好きなチューハイです、僕も。うん。朝日はスーパードライよりもこっちの方がいいですよ。乾杯。うん。ああ。このお茶の風味がいいね。発音しただけも最後だ。さらは大事。それは今年のパン祭り。ね、今年のほら、見るの分かるよね。昨日で比べて。今も耐えられる機会の今年のから、パン祭りのから。最後の時だ。最後の時ですが。はい。うん、まあ。
あ、お会いするじゃありません。あ、わかった。じゃあ最後にもう一回、おさばりのぶやしさんの三夜ブルース行こうか。いいかな？三夜ブルース、今夜はね、初めて三夜ブルースです。ちょっと前からリクエストがあったんでね、歌ってみました。じゃあもう一回最後に三夜ブルース行きます。今日の仕事は辛かった。あとは食を煽るだけ。どうせ三夜のドサ住まい、他にやることありゃしねえ。一人酒場で飲む酒に耐えらぬ昔が懐かしい。泣いてみたって何になる。今じゃ三夜がふるさとよ。工事終わればそれっきり。お払いだこの俺たち。いいさ、三夜の立ちんぼ、世間恨んで何になる。人は三夜を悪く言う。だけど、俺たちいなくなや。ビルも、道路もできやしねえ。誰も分かってくれねえか。だけど俺たちは泣かないぜ。きっと来るさそのうち。その日が泣こうぜ嬉し泣き。はい、今夜はサイヤブルースを歌いました。いいね。大変ですね。今もしょっちゅう。牛乳飲んでます。はい。まあ、豆腐だと思います。豆腐を、から、豆腐だけどうでしょう。うん。なんだ、これだけだよね。今日は贅沢に、カツオのたたき。これだけで十分うまいよ、これ。豆腐の。うまい、シャイアップだ。うん。豆腐料理もいいけどさ、しょ、うん。豆腐料理だ。まあ、豆腐料理うまい。なんでうまいね、豆腐料理するさ。厚揚げをさ、炙った厚揚げをさ、あ、豆腐料理でもうまいし、昨日皮のやつさ、長ネギ炙って、あれ豆腐料理うまいよね。最高だよね。唐辛子。唐辛子のいいところはさ、あれ。別にさ、そんなに進んでっからさ、あれ、安いしね、しょうがよりね。つまみに最高なんだ、唐辛子醤油。いいよね。辛み安いしね。そうだ、昨日は長ネギ炙ってたんだね、変わらない。あれもうまかった、あれ。長ネギを炭火で炙って、唐辛子醤油つけてね。あ、最高だよ、あれ。最高じゃないか。唐辛子醤油にこうつけたら。うん。さ、うん。で、酢、はい。おう、これ最後だ。ほぼ3分。うまっ。はい。唐辛子は、ロースツアーなんですね。これ、ロースツアーですね。これは何円かで一番手頃かな。ロースツアー。これ30g 入って100円ですね。これ使って、あえて一番上からもう使ってるの、これ。これ、一味唐辛子ですね。
ャルワールは何だね、セブンプレミアムって。あんま見ないね、これね。デカルトになるのかな。あんまもう見たことない、セブンプレミアムで。見てみてもらえ。いや、帰るのどうだ。いいね、痛いね。うん。うん。あ、おいしくいただきました。うまかった。そうですね、それは贅沢だったね。うまかったね。里の人たちにペロンと一皿一本食って、コーヒー一丁。で、酎ハイ三本。小さな贅沢だよな。じゃあ、これでいいや、もう。生きてるだけで幸せ。なるよ。生きてるだけ。生きてるから、こうやって飲めるんだもんね。生きてるだけで幸せで、そういうことよ。生きてるだけで幸せ。これ飲むことも食べることも生きてるからできるんだもんな。じゃあ、じゃあ今日はこれで終わります。ではまた。終わります。